ウォッチ10周年ということで、今年の夏は妖怪ウォッチシリーズをやっていきたいと思います。今日は妖怪ウォッチ3すき焼きですね。ソフト持ってたんだけども、どっか行ったのよ。2年前ぐらいにも買ったんだけども、どっか行った。ということで、メルカリで購入しました。はい。で、まずは、連動からやっていこうかな。これが結構重要だったもんね。なるほど。妖怪ウォッチ2とバスターズと三国志は連動されてる。嬉しいね。んで、妖怪ウォッチ3の寿司天ぷらは、一人でか。はい。OK。できたの？あ、これで、妖楽と神の山。あ、神の山！神の山が、そうだ。あの、神閻魔がいるところだ。はいはい、そう。OK。2時間以内に招待状を受け取ろうか。OK。では、データを見てみましょう。来た！来た！362時間紙データだった。来た。いやいや、前ね、買ったやつは、確か20何時間のデータだったんだけども、今回のはすごいぞ。362時間。で、日記を、あ、これは今日か。うん、日記をつけた日は、これ今日だわ。さっき、あの、連動して、セーブした場所だ。で、本当は ?2016 年。あー、はい。やっぱりこれぐらい前のやつだよね。うん。7年前のゲームなので、そうでしょう。ちょっと、見てみましょうか。ちょっと神閻魔全部いる？稲穂の方で、で、覚醒閻魔がついてきてる。大辞典で見ればいいか？いや、手持ちか。妖怪メダルだ。おー、ちょっと待って。532ある。すごいぞ。これすげえぞ。並び替えだ。レベルで見てみましょうか。ネコロンブス。戦北科目が懐かしいな。懐かしい。え？いた？こんなの。マイニャンだ。マイニャン。はい。はい。メカオロチ。すき焼きの、あれだよね、バスターズで入手できるやつだっけ？いや、いいね。覚醒閻魔いる。で、暗黒神。太陽神が欲しい。うん。太陽神と時空神はいるのかい？うわあ、でも、レベル99は少なめです。2、3、4、5、6、7、8、8体。うん。レベル99は8体いますね。ランクは？神閻魔がいてくれれば嬉しいんだけども、暗黒神だけかな。おぉ、歌舞伎ロイド？いたか。ちょっと待って、歌舞伎ロイドがむちゃくちゃいる。ちょっと待って。どんだけいるの？歌舞伎ロイド。歌舞伎ロイドが2、30体いる。エルシャクレロ。はい。思い出してきた。で、いや、これは、神系はあんまりいないか。影村ね。ファントム。いや、かなり懐かしいやつば、懐かしい。はい。毘沙門天強い。うん、毘沙門強いわ。んで、あとは、アルティメットロボニャンいたね。ゴージャス、福六十いるじゃん。福六十。こいつは結構良かった。ミステリーレジェンドもいますね。うん。何が強かったっけ？ズラビスだったっけ？ニャステトだったっけ？なんか強かったよね。で、覚醒閻魔と日野神。なんだりゅうおう。
自慢ハッターもいるのね。ノストラ、あー、しばらく強かった。しばらく強い。いや。なるほど。神エンマは暗黒神のみですね。ちょっと太陽神とかをゲットしたいところですね。はい。ということで、今日から妖怪ウォッチ3すき焼き、これもやっていきたいと思います。かなりいいデータが手に入ったので、これをちょっと、妖怪を育ててみて、ダルマットとかね、そういうとこ行ってみたいと思います。はい、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。